国際 NGO ヒューマンライツワッチの日本の代表をしております土井かなえと言います。皆さんこんにちは。国際的には人権の問題というのはすごく大事だというふうに考えられていまして、まあ、歴史的には本当に女性の人権、子どもの人権とかですね、まあ、民族的な少数者の人権とかがずっと国際的に議論されてきて、ですごく大事なものとして世界各国の政府が、まあ、守るようになってきていたんですけれども、まあ、LGBT の人権というのはかなり長い間ですね、まあ、国際的な場面でもすごく無視をされてきてた問題なんですね。でも実はこの本当に5年6年くらいの間なんですけれども、すごく地球規模で変動が起きていまして、まあ、それはもう世界各国、日本も含めてなんですけれども、まあ、LGBT の人権は人権だ、人権は全ての人のものだというですね、そういう、まあ、メッセージのもとに世界中の、LGBT の当事者たちが立ち上がり、それをサポートする人たちが立ち上がってきまして、まあ、今となってはまあ、LGBT の人権っていうのは、まあ、女性の人権とか子どもの人権と同じようにすごく大事なものだ、もう社会とか国家の本当に屋台骨となるものだというような議論が湧き起こってきました。まあ、日本でもまだまだ LGBT の人たちの人権っていうのが、まあ、無視されたりですね、まあ、侵害されたり、まあ、なかなか自分自身の人生を生きることができないというふうに感じている方多いと思うんですけれども、まあ、あるいは仕事場で、あるいは結婚、そういった自分の私生活の場面で、自分自身を、ね、表現できていないと感じる方多いと思うのですけれども、まあ、それも、まあ、国内での、動きももちろんなんですけれども、本当に国際的にも多くの人が取り組み始めている、ちょっと難しい話かもしれないですけど、国連でいうと一番偉いですね、バン・キムンさんという事務総長いるんですけれども、まあ、彼も5年前にはもう LGBT とか、ちょっとそういうのは私のようなですねおじさんはちょっとわからないというふうなことをおっしゃっていた方がですね、もう今や世界中どこでも LGBT の話をするぐらい、まあ、変わってきました。ですので、まあ、皆さんの、ね、学校とか職場とか、まあ、自分の私生活の場からはもちろんなんですけど、本当に上のトップの方から、もう国連の一番トップからも変えようという機運が生まれています。まあ、私たち国際的な NGO としても、そうした世界中の人たちをサポートしながら、まあ、頑張って活動していきたいと思います。きっとあなたも大丈夫です。楽しい人生を送れるよう我々も頑張ります。きっとあなたも大丈夫。一緒にハートをつなぎましょう。